崎でーす。今日はドイツに住んでいるさとこさんにお越しいただいてます。さとこさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからですね、さとこさんとはドイツの育児、教育、子育てについてたくさん動画を配信していただきます。で、そんな中第1回目ということなので、さとこさんの自己紹介というか、もういろんなことを今日は人となりを知っていただきたく、そういう動画をお送りしたいというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ということで、さとこさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあですね、まずちょっと簡単にさとこさんの方から自己紹介いただいても大丈夫ですか？はい、藤原さとこです。ドイツの南部にありますミュンヘン在住です、2019年の1月から約1年ミュンヘンに滞在しております。はい。で、子供は1歳と年中の5歳と、小学校3年生の9歳と、小学校6年生の男の子4人のママをしております。おー、なるほど、ありがとうございます。ちなみに、ミュンヘンに行かれた理由っていうのは何なんですか？ドイツに行かれた理由。主人の仕事が初めはきっかけなんですけども、はい、その主人の会社っていうのがドイツのちょっと田舎の方にありまして、そこが日本人学校がないんですね、はい、で、当時小学校5年生の3学期の転校になるんですけど、はい、まあ、日本だったらまあ別にね、5年生でもいいじゃんみたいな感じなんですけども、ドイツのちょっと教育関係にちょっと関係するんですけども、はい、ドイツってね、4年生から将来が分かれるというちょっと教育システムがありまして、はい、まあ、専門学校に進むか大学進学に進むかとか、はい、もう小学校4年生の時点で学校が分かれちゃうんですよ。はー。で、当時うちの息子が長男がね、小学校5年生だったので、はい、それはちょっと現地にいきなりね、言葉が分からないのに放り込むのはタイミング的にちょっと難しいってことで、じゃあ日本人小学校だねってなったんですけど、はい、まあ、なんせ田舎なので、その日本人がいない地域なので、はい、まあ一番近くて200キロ離れたミュンヘンというところに日本人学校があるので、じゃあ家族、夫以外、私と4人の子供たちはそこで住みましょうという、まあ、ドイツ国内で単身赴任という形ですね。はい。そういうのに最初抵抗とかなかったんですか？ドイツに行くわ、ね、初めての海外の生活になるので言葉も分かんないし、はい、どうしようかなって。しかも4男が生まれて、生まれる3月に生まれるっていう時の3月に辞令が下されたんですよ、はい、もう名前どうしようかって言ってた時にちょっと話あんねんって言われて、へと転勤決まってんけど、どこっつってドイツってなって、はい、いやでもな、田舎やから学校なくてなって、そっからもう出産どころじゃちょっとなくなって、はい、そうなんですよね。で、そこでまあ生まれて産後2ヶ月でもう主人はもうドイツ先に行っちゃったんですよ産後の私と4人の子供たちを残してドイツへ行くみたいな、そうなんですよ。で、そこからもう本当事例が下された3月からずっと何回も話し合って、はい、日本に残って4人を見るのか、はい、ドイツでその単身赴任をするのか、はい、で何回もまあ子供の将来のこととかいろいろ話し合って、はい、でやっぱり4人ってなかなか海外旅行っていうのもね、なかなかハードルが高いので、もういっそのこと、まあ、思い切って経験を取ろうということで、ミュンヘンにじゃあ行きます、頑張りますみたいな感じで、そういう時ってあれですか、あのお子さんたちもみんなでなんか会議みたいなのしたりしたんですか？なんかどうするみたいな。まず夫婦でしたね、夫婦で、話し合ってどういう方向性にするか、はい、で、まあ、海外赴任っていうのが2回目で、結婚当時すぐに新婚の時に主人が単身赴任で中国の方に5年入ってたんですね、はい、で、まあ、離れて暮らしてたっていうのがあって、で、はい、まあ、長男と次男はまあ本当に赤ちゃんの大事な時に主人がいなかったので、なんか私の中ではやっぱり家族一緒に行けるとこなら行きたいっていう思いがすごく強くて、でもやっぱり子供たちが振り回されるのもまあ正直
なところなので、はい、とりあえず私と主人の気持ちっていうのを、まあ、長男に初め伝えて、はい、こういう状況だっていうことを、はい、でこれから、まあ、大変になるけどママとパパは、まあ、ドイツで頑張りたいっていう話をしたんですよね。なるほど。で初め小学校6年生の長男はそれパパと離れて暮らすのにドイツ行く意味あるのとか言って言われて、あーなるほど、まあそうなりますよね。ね、確かにみたいなんですけど、でもまあ四男が生まれたばっかりで、一この生後ね生まれてから1年ってすごい成長じゃないですか、うん、はい、でそれをまた見れないっていうのも、うん、なんか後から取り返せないことだからと思ったんですよ、はい、うん、後からあああの時一緒に暮らしたかったなんて言ってももう取り戻せないし、はい、なので週ね1回でも週末だけでも本当に会えるなら、まあママはそれがいいんだよねみたいな話をして、へー、うん、じゃあ今実際週末はだいたい会えるような感じですか？そうですね、うん、速く飛ばして、まあ、2時間ほど。そうですよね、200キロってなると、ね、うん、そうそう、大阪からそうだね淡路島とかそんな感じの距離なのかな。うわーそうなんですね、うん、ちなみに日本にいる時は里子さんはどんなことされてたんですか？私ね北海その前は北海道のすごい札幌と旭川の真ん中にある空知郡っていうすごい田舎に、それも転勤で行ったんですけど、はい、うん、そこに関西から初めて出たんですよね。でそこですごい初め、兵庫県に暮らしてた時はもともと保育士ってこともあって、はい、ベビーマッサージの講師で教室、うん、まあ、ちっちゃくしてたんですけども、はい、それを北海道でしようと思ったら本当過疎地だから子供がいないんです、赤ちゃんがいないんですよ。なるほど。5000人の村で、はい、おじいちゃんおばあちゃんの方が多いところで、はい、なのでどうしようかなと思って、でもまあまあママサロンみたいな感じでお家を開放して、はい、まあ、お母さんたちの相談事とか聞いたりとかしてたんですけども、うん、すごいやっぱりちっちゃくこう活動してた時に、なんかもっともっとなんか私ご縁つなぎがすごく好きで、はい、なんかこのままにこの人を出会わせたらもっと人生変わるのになとか、なんかこの情報を知ったらなんかもっとこう未来が明るくなるのにとかすっごい一人でワクワクしちゃって、でその時にちょうど札幌で企業塾に入って、はい、でいろいろ強みとかを発掘した時に、あ、やっぱりそういうなんかプロデュース業が合ってるなって思って、でそこから札幌で、そうですね、プロデュースセミナーとかイベントとかのプロデュースをしようかなって感じで動き出した時に、ほんとちょうどお声掛けがまだやってない時に、なんかしようかなと思った時に、まあ、ハワイ在住の実業家の方から札幌でセミナーしたいんですけど、あのプロデュースしてくれませんかみたいな感じで、へー、うん、ちょっと知り合いに紹介されたのでみたいな感じでお声掛けがかかって、はー、本当にそこからですね。じゃあ最初はそういう保育士というかそういうので、うん、そこからそのままその北海道でもしようかなと思ったら、もう環境的にそれができる環境ではなくて、でそこからこういろいろなんかこうご縁があってご縁があって、それで今セミナー業っていうのを北海道とかでやれてたってことなんですね。そうなんですよ。すごいっすね。で本当ね、これあの見てくださってる皆さん、あのそのご縁つなぎっていうので、今里子さんから実は僕も会場の方へですね、ほんとたくさん、この僕まだ実は里子さんとお会いしてないんですよ。お会いしてないのにもかかわらず、いやまさにこの人紹介する、あの人紹介するよとかって言って、こういうオンラインでずっと紹介してくださって、でこの前はなんとあのお姉さん紹介してくださってね。でそれで里子さんとお姉さんがされているその、ね、オンラインサロンに僕出させていただいて、でその時あの飲み会しながら僕が話するよ、だから僕飲んでいいんかなと思ったら、もう散々飲んだ後に入ってきたんで、僕もうベロベロで喋ってしまってですね、これ本当申し訳ないことしたなみたいな、あとあと本当後悔して、本当ね、すみませんと。で本当ね、いろんなご縁をね、ほんと里子さんというそのね、ある意味こうパワースポットですよね、がこうバーッとね、僕もそうですし、いろんな人をこう多分巻き込んでらっしゃるんだなっていうのは僕はもう肌で感じさせてもらうんですけれど、なるほど。で去年、今年です、今年ミュンヘンに行かれたんですね。2019年だから丸1年、うん、丸1年1年だとね、うん、はい、去年になります。もうすごい、うん、ちなみにじゃあ今ミュンヘンでは基本的にはもう子育てだけをされてらっしゃるっていう感じですか？
もう4人の、ね、お子さんですね、はい、すごいな。ちなみにその4人のお子さんをもう慣れない土地でね、もうどうやって育ててるんですか、もう本当に。いや本当に私も初めてどうしようかと思ったんですけども、はい、もうそれも本当に人様の本当ご縁で、はい、もう初めね知り合いもいないじゃないですか、もちろんのこと、はい、で冬休み中に行ったので、はい、誰もね学校も幼稚園も始まってないから、うん、本当にポツンって感じの状況なので、はい、もう Facebook で呼びかけて、ミュンヘイ君って誰かつなげてくださいみたいな助けてみたいな感じで、そうしたらね本当にいろんな方がもうこれでもかこれでもかっていうぐらいにつなげてくださって、そうもう来る頃にはねもうお友達がいたんですよ。へえ、すごいな。その私ねいつもね転勤する前にそこに行く前にお友達を作ってから行くんですよ。なるほど。そう北海道にいる時もブログでちょっと、はい、探して誰がいるかなと思って会いそうな人、なんかブログとか文章って結構人から出るじゃないですか、はいはい、で会いたいなと思う人にもう直接ダイレクトメッセージ送って、私こういうものですって、北海道に転勤になって北海道行くからあのいついつにお会いできませんかみたいな感じで、へえ、うん、すごい返事、あいいですよみたいな感じで、そういうのでも会えるもんなんですか。そう、会えるの、すごいな、なるほど。そうで、そこで、そう、北海道の時もブログで見つけた方で会いたいなと思ったことの人と会って、うん、はい、で、その人がなんか、さとこさんこういう人いるから紹介するわって、やっぱそこで呪術だねみたいな感じで、うん、うん、そう。で、なんか、まあ普通の人というか、なんて言ったらいいんですか、こう、うん、やっぱりそういう行動ってできないじゃないですか、なかなか普通の人では、うん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 、やっぱ断れるんじゃないかとか、うんうん、ね、なんかそういう心配が先にあって失礼なんじゃないかとか、うんうんうん、ね、なんか、うん、そこをこう乗り越えてそれをできるという、何なんですか、そこのモチベーションというかバイタリティーって何なんですかね、そのなんだろうね。でもメッセージする時も、例えば私よくそのセミナーとかでも受けたいなと思って、なんか開催日がないとするじゃないですか、はい、なんかそういう時でもなんかうわ受けたいと思ったらその講師になんか私例えば北海道から大阪に帰省する時も、大阪にいついつ帰省するので講座開いていただけませんかとかメッセージしたりするんですよ。でその時にそれだけだったら失礼なので何人集めますのでみたいな感じで、なるほど、あの講師の方にもメリットになるようにはこう、なるほど、なるほど。だからそのメッセージして会えって言うだけじゃなくて、うん、会っていただける代わりにこちらもこういうことします的な感じは、うん、失礼もないようにっていうのは思ってます。いや今こうやってね見てくださってる人でやっぱりこう例えば海外行きたいけど、うん、でももう誰も知り合いないしどうしようとか、うんうん、やっぱりそういう不安で一歩踏み出せない人ってやっぱりいると思うんですね。でそんな中でね、今その佐藤子さんがそのね実際に実践されていることっていうのは、その先に友達を作って、その友達の作り方も Facebook や直接メッセージをしていくっていうことが、それがすごい効果的いうことですね。そう、私はすごい効果的だった。うーん、でやっぱりその実際に住んでいらっしゃる方しかわからない情報ってたくさんあるので、はいはい、ね、旅行雑誌とかそういうなんか頭だけの、うん、あの情報と実際に住んでるって全然違うの で、ね、しかも語学がわからないドイツ圏、英語じゃない、見たこともない、はい、うん、ところなので、もう本当に、ね、スーパー行っても何かもさっぱりわかんないんですよどれがシャンプーで、どれがボディシャンプーでみたいなで文化も違うじゃないですか。そうですね、だからもうわかんないから、もう本当にね、そこ助けていただいたんですよ。へこれが砂糖だよとか、これが塩だよって、これが違いはコーラだよとか、うん、もう粉とか小麦粉、片栗粉見てもさっぱりわかんないからあんな粉類さっぱりわかんない。そうですよね。逆にこうやって今見てくださってる人、いやドイツ実はちょっと行くことになったんですとか、いやドイツ実は行きたくてとか、ドイツで子育てしたいですって言った場合はもうね、さとこさんに連絡をすれば、どうも、もう何個でもつなげますよ。あー来たよ来たよ皆さん、うん、ドイツもね広いのよ。だからミュンヘンはすごい南部だけど、うん、もう中部と北部にも友達作ったから、その方とつなげるし、わお
すごいね。そうそう、ミュンヘンだけじゃない、ね、うん。ちなみにドイツって日本ぐらい大きい、どんな感じなんですか、大きさ的に。でも面積見たら、うん、同じぐらいでしたね。ただ、うん、こう横長とかではなくて、こう丸っとしてる感じですね、こう。そう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 、正方形みたいな感じなんですかね、うんうん、なんか。うん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 、なるほど。いやでもありがとうございます。これからですね、ドイツに住んでいるさとこさんからもうたくさんドイツの育児子育ての情報をですね発信していただけますので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思います。またですね、いやこんな話聞きたいとか、これってどうなってるんですかとか、もうそういう質問もぜひコメント欄にいただけたら、さとこさんきっと動画で配信してくださると思いますので、もう本当に気軽にコメントいただけたら嬉しいなというふうに思っています。はい、はい、ということで本日ありがとうございました。ありがとうございました。ドイツ皆さん来てください。イエーイ、ご覧の皆さん本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録いただくとですね、さとこさんのこれからの話やで、その他約20カ国ぐらいの方々の育児子育ての話が聞けますので、ぜひ参加ボタン押していただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで本日はこれで終了いたします。皆さんありがとうございました。